ーネム絵を描く人シエルさんからリクエスト古代語銀河鉄道39初めまして、集めるありがとう。ありがとうございます。人生と書いて旅と読みたい。お今まさにそんな心境。2日前に福島に引っ越してきたんです。初福島県民になりました。よいらっしゃいませ。結婚以来人生は考えると旅続きだったんです。山梨、東京、長野、東京、福島、天気続いていらっしゃる、きっとここからもさらに続くことでしょう。でも全ての地で素敵な出会いがありました。いつも旅立つときは寂しいからな。だからこそなんでしょうね、この福島での地でもそんな素敵な出会いを楽しみにワクワクしています。まずはこの番組との出会いありがとうございます。はい、お待ちしてました。はい、まだまだ人生の旅も続く。そして新居では荷物とのガチバトル、これから大変ですね。荷物ほどいてね、荷をほどいてね。寒い時にお疲れ様です、福島に行く時に友達がこの曲送ってくれたんですよ。私のお箱でもあります。よろしくです。読まれたらデジカメの録画機能で録画しますよ、というラジオとともにこの音もね、音声も録画してくださって、友達にどうぞ届けてください、お友達福島を、新しいリスナーさんを、絵を描く人シェルさんを届けてくれてありがとう。